はいどうも、ポレスポです。皆さん、どうですか？今日、暑いですね。でね、この撮影日が8月6日なんですけど、今日は大阪桐蔭さんの、試合がありましてね、とても、好ゲームだと思いました。皆さんはどこが優勝すると思われますでしょうかね。まあ、僕は大阪桐蔭がちょっとね、ちょっと優勢かなと思いますね。創成館を応援していますと。まあそんなことはさておき、今日はグローブの手入れを久々にやっていきたいと思うんですけど、今日紹介するグローブっていうか、まあ紹介じゃないな、今日手入れするグローブはこちら、アディダスの BID46 という型のグローブですね。アディダスといえば、プロ野球選手西川春樹さん、則本さん、清宮なんで清宮やないけな、さんつけへんねんっていう話ですけどもまあそんなことはどうでもいいんですけど、まあこちらアディダスのグローブを手入れしていくんですけど、なぜこれを手入れしたくなったか、それにもいろいろ理由がありまして、こちらですね、見えますか、この黒ずみ、こういうね、黒ずみを見たらね、僕ね、とても手入れしたくなるんですよね。うん、だから今日はこの黒ずんだグローブを、こちらなくなりかけの男前に磨きをかけるで手入れをしていきたいと思います。それではやっていきます。今日はこちらのタオルにつけて磨いていきますね。つけてと、これをこんな汚れがこういう風にね落ちますね。若干落ちてますでしょ。若干落ちた。こんな感じにやっていきます。はい、こんな感じになりました。最初ね、真っ暗だったんですけど、だいぶ落ちましたね。あとの落ちないところとかは歯ブラシとか使って細かい汚れはこすって落としていきます。まあこんな感じでやっていきます。一つポイントを言うとするならば、まあ粗めのタオルなので強くこすってということですね。で、多く使いすぎるとあと重くなっちゃうんで、まあ少しずつやっていくことがポイントだと思います。今日のポリスポアディダスのグローブを汚れ落としする動画でした。皆さんもね、汚れ落としは大事なことなんでやってみてください。エウルフワッキーな闘争を叩くよ、頼まれした心丸出しで、僕を引きつらせて土足で踏み込んだなんて。はい、というわけで8月のプレゼント企画です。まずは畠山の海外製公式外野手用グローブ、こちらカラフルなグローブですが、かなり目立つグローブとなっております。こちらを1名様にプレゼントします。続いてこちら、三ツ矢タイガー軟式オールラウンドグローブ、こちらちょっと小さめのグローブでして、内野手全般いけるかなと個人的には思います。こちらを1名様にプレゼントします。最後はウィルソン女子ソフトボール用グローブ、こちら手の入れる場所が小さい設計となっております。この3点をチャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。あーでした。ありあした、今日も見てくれてありあした。